皆さん、今年も1年大変お世話になりました。ありがとうございました。この MB チャンネル開始して、2年が丸2年経とうとしてますかね、3年目に突入するかなというふうに思います。本当に今年もですね、多くの方々に見ていただいて、2021年とても、チャンネルとしても充実しておりました。チャンネル登録者も増えていて、動画の再生数もですね、非常に、たくさんいただいております。本当に本当にありがとうございます。個人的に2021年本当にいろんなことがありました。ちょっと大きなトラブルもあったし、身内に事故というか、あんまりよろしくないこともあったんですけれども、入院する身内が出てきちゃったりとかで、何より僕自身がですね、4月ぐらいに新型コロナにかかって、3週間の療養生活を送ってました。1週間自宅待機で2週間入院生活を隔離病棟で入院生活をしていて、まあ、本当にその健康って大事だなっていうのと、あとはまあせっかくね、辛い目にあって立ち直ったんで、この知見を多くの方に広めたいなと思って、コロナ闘病記みたいなものも、テレビだったりとか、ブログだったり、YouTube だったりとか、週刊スポの連載だったりとか、さまざまなところで発信させていただいて、それに対して温かいコメントもたくさんいただきました。本当にありがとうございました。そしてご迷惑をおかけいたしました。皆様にとって2021年どんな年でしたでしょうか。本当に楽しかった年、幸せだった年、また逆に不幸だった年、悲しい年、いろいろあると思います。2022年、日本ではねコロナが少しずつ落ち着いてきてるかなというところではありますが、まだまだ予断を許さない状況ではあるんですけれども、来年が明るい年になるように心から祈っております。皆様も、良いお年をお過ごしください。これをもって2021年の最後の挨拶とさせていただくんですけれども、最後にお知らせがあります。ZOZO タウンが1月1日12時きっかり、日が変わった瞬間ですねから ZOZO のセールが行われます。僕が手掛けているブランドミスタもですね、このタイミングでセールにかけようと思ってますので、セール基本的にやらないブランドなんですけれども、このタイミング3日間だけかな、3日間だけセールにかけようと思ってますので、1月1日の12時ジャストから1月3日の11時59分まで限定3日間だけミスターセールかけようと思います。気になってた人はぜひ手に取ってみてください。ちょっとまあ僕からのプレゼントっていうとおこがましいんですけれども、よかったらチェックいただけると嬉しいです。これ本当に採算度外視で作ってるので、ぶっちゃけセールかけるだけでもう赤字になるぐらいなんですけど、ちょっと在庫消化も兼ねてですね、ぜひ、手に取ってもらえればと思います。安くしますので。はい、というわけで2021年本当に本当にありがとうございました。2022年もですね、変わらず、いや変わらずどころかさらにパワーアップしてやっていこうと思います。実はですね、僕のメルマガでも書いている通りなんですけれども、2022年は日本一周企画をしようと思います。僕車で一人でですね、何週間かかけて日本一周しようと思います。その時は YouTube だったりとかインスタ、連動させて、今僕ここにいます、今日ここにいる人一緒に飲みましょうっていうのを、毎日やろうと思ってますので、日本一周企画もし気が向いたらですね、ぜひ皆さん僕のインスタとか YouTube とか LINE 公式アカウントとか見て、あ、 NB とご飯食べたいなとか、ちょっとダベってやろうかとか、相手してやろうかとか思う人はぜひお願いいたします。そして2月からですね、2022年2月から表参道で、僕がプロデュースするカフェもオープンします。来年は結構忙しくなると思うんですけれども、日本全体が、経済全体がですね、盛り上がってくれるといいなというふうに思っております。皆様もお元気で、良いお年をお過ごしください。ではまたお会いしましょう。 MB でした。良いお年をお過ごしください。ありがとうございました。